さんこんにちは、みずきです。今日もこの顔での登場ということでメイク動画になります。前回ピンク系のメイク動画をアップしたので、今回はイエベさん向けでもブルベさんもできるよみたいな感じのあのブラウンメイクをしていきたいと思います。で、最近新作の韓国コスメいろいろ出てるじゃないですか。オリアンで爆買いしてきたので、今日は新しいコスメたちをメインに使っていきたいと思います。皆さんぜひぜひ最後までご覧ください。では今日も一緒にメイクしていきましょう。では喋りにくいので早速拭き取っていきます。今日はもう安定のアヌアのこちらのトナーを使ってます。肌荒れてる時も使いやすいし、さっぱりしてるんで、すごいメイク前にも使いやすくて、お肌の温度もね下げてくれるので最高です。最近ねちょっとね、あの前回の動画でもお話したと思うんですけど、ニキビが、ほんとちっちゃいニキビがこの辺にブツブツできたので、ちょっと今日はというか最近はしっかり鎮静できるものを使ってます。こんな感じでなじませたら、次はセラムを使っていきます。こちらのユイクのセラムです。これがですね、結構トロッとしてて、あれ出てこう保湿力もあるんですよ。でもそこまでベタつかないので、すごい使いやすい。メイク前も、韓国ってお家全部床暖房なんですね。でお店とか入っても結構暖房ガンガンで暑いんですよ、地下鉄とかも。なんでその影響か、もう本当に最近乾燥がやばすぎて、本当ニキビもやばいし乾燥もやばいし死んでます。こんな感じでしっかりと入れ込んだら、次はこちらのアイテムを使っていきます。ドクター G のブラックスネイルグルタチオントーンアップサンクリームです。これ最近デイリーで使ってるんですけど、めっちゃいいです。テクスチャーからお見せしますと、こんな感じでちょっとピンクベージュっぽいカラーで、自然に綺麗にトーンアップしてくれながら、お肌のキメをマジ綺麗に整えてくれるんですよ。で見ていただいたら分かると思うんですけど、こんな感じでもう水分感もやばいんですね。もうさすがドクター G 様っていう感じで、本当にメイク前に使いやすい。いつも私動画で言ってると思うんですけど、こういう日焼け止め系って本当に水分感のあるものを使ってあげた方がベースとか綺麗に乗るので、乗るし持続力もアップするので、ほんとねこういうのを使ってあげるのをおすすめします。でこれすごいのが、グルタチオンナイアシンアミドヒアルロン酸が配合されてるんですよ。なので紫外線カットしてくれながら、お肌のトーンケア、水分ケアもしてくれるっていうね、本当に何て言うんですかね、日焼け止めスキンケアみたいな感じです。ドクター G さんの日焼け止めね、前大好きでめちゃめちゃ使ってて、このシリーズは私初めて使ったんですけど、本当によくて、もうね最近デイリーでめちゃめちゃ使ってます。保湿力が結構あるので、これ1本でもこんな感じでしっとりするんで、特に私みたいなインナードライとか乾燥肌の方、めちゃめちゃ使いやすいと思います。塗った感じは本当に日焼け止めっていうよりは、なんかクリーム、ちょっと色がついたなんかスキンケアを塗ってるような感じです。今肌荒れしてる方とか、ファンデまでは今日したくないなっていう時は、本当これ1本でも十分だと思います。はい、という感じで次はコンシーラーパレットとファンデーション使っていきたいと思うんですけど、皆さん見てください。今ずっとサンプルテストさせていただいてるアイテムたちなので、こんな感じでまだパッケージができてないんです。ちょっとね中身だけになっちゃうんですけど、もうねめっちゃ良かったので、本当にこれは皆さん発売が決まりましたらすぐに動画の方でまたご紹介させていただきます。もうこの皆さん、今日動画見てる方々おめでとうございます。もういい情報を聞けます。実はなんとドクター G さんから新しくコスメブランドがローンチするらしいんですよ。皆さんやばくないですか。もうスキンケアのドクター G さんからですよ、からコスメが出ます。もうね、私の初期の動画
ニキビがねもう30個ぐらいできましたみたいな動画から見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、本当にドクター G さんのスキンケアに救われたんです。前の動画でも言ってると話してると思うんですけど、そんなドクター G さんからねコスメが出るということで、お肌にストレスなく優しいアイテムたちなんですよ。ドクター G から出るお肌に優しいベースですよ。もう絶対完璧じゃないですか。なんで私最初あのドクター G さんの方からこういうねコスメが出ますっていうのを聞いた時に、本当にそれはもうね使うしかない、もうね皆さんにちょっと発売前ですけどお見せしたいと思って、もう皆さんには特別にあの発売前、まだねこんな感じであのパッケージもできてない状態なんですけれども、ちょっとテクスチャーとか使用感の方を先にお見せしていきたいと思います。ということでちょっとね興奮して話が長くなっちゃったんですけど、まずこちらのコンシーラーパレットから使っていきます。こちらのコンシーラーパレットなんですけど、こんな感じで6色入ってます。でなんとすごいのがこんな感じで21号と23号の2色展開になってます。なので自分の肌トーンに合わせてご使用いただけて、私は明るい方の21号をいつも使ってます。まずこのピンクのカラーはクマカバーにおすすめで、横の緑は赤みだったりとかニキビ、そしてこの小鼻周りですねにおすすめで、パープルはくすみだったりとかあの色素沈着のカバーで、でこれがハイライト、シェーディング、コンシーラーっていう感じで、えもう全部できちゃいますね。本当に全部できるコンシーラーパレットっていう感じです。コンシーラーだけじゃなくてね、ハイライトとかシェーディングも入ってるんで、すごい使いやすいというか持ち運びやすいですよね。ではまずピンクのカラーを使ってクマを消していきます。こんな感じで、これもあのしっとりしてます。さすがドクター G さんっていう感じで、しっとりしててなんて言うんですかね、肌なじみがいい。もう一瞬にしてクマが撲滅されました。ほんと塗りやすい、使用感が最高です。パサパサしてないしっとりしてるコンシーラー探してたっていう方にはね、ほんと使ってほしいから、早く本当に発売してほしいんですけど、でけどでってな、ちょっとけどでって、もう言葉がねちょテンション上がりすぎて言葉が語彙力がまたまたなくなってるんですけど、しっとりしてるのにカバー力はすごいんですよ。こんな感じで緑でパッパッパってのせるだけで赤みも綺麗に消えるし、超自然、本当に素晴らしすぎるコンシーラーパレットです。最近顎周りも赤いのとニキビで悩まされてたので、そんなお肌にぴったり、このまだ発売されてないですけどコンシーラーはお肌にも優しいので、うわマジで綺麗、しっとりと綺麗にカバーしてくれました。でファンデを塗った後にまたちょっとこのコンシーラーパレット使ってお直ししていきたいと思います。で次ファンデなんですけど、こちらも 21号N、 そして 23号N の2色展開になってます。イエベさんもブルベさんも使いやすいニュートラルトーンになってるので、ちょっと2色ともお見せしていきます。こんな感じでこっちが私が使ってる21号で、こっちが23号になります。では実際に21号をのせていきます。こんな感じでのせるとめっちゃ軽いんですよ。多分こうやって塗っただけでも伝わると思うんですけど、すごい軽いです。でさすがドクター G さんっていう感じなんですけど、なんとスキンケア成分が 74% も配合されてるらしいんですね。なのでお肌に負担なく使えるっていうね。でこのもうちょっと叩いただけでもこの綺麗さです。本当感覚的にはスキンケアを塗ってるような本当そのぐらいの軽さなんですけど、お肌はすごくね綺麗に見せてくれるっていう、もう本当早く、もう何回言うねんって感じなんですけど、早く発売してほしい。本当にお肌に負担がないあのファンデーションになってるので、敏感肌の方とか今ね肌荒れとかニキビで悩んでるっていう方、すっごく使いやすいと思います。私も今まさにそれなんですけど、プツプツニキビがね結構できてて悩んでたので、本当にもう今の状態にぴったりのファンデって感じです。あと厚塗り感ゼロなんで、本当になんか元からこれが自分のお肌だよみたいな
感じで見せてくれます。でもカバー力もある程度あるので、小鼻周りとかもすっごい綺麗に毛穴消してくれます。こんな感じで見てください皆さん、超綺麗じゃないですか。いい感じにこんな感じでツヤ感出してくれるんですけど、つき心地も軽いしベタつきが全くないんですよ。で、本当透明感のある女優さんのような、もう元からこの私の綺麗な肌ですみたいな卵肌に見せてくれるので、本当皆さんの販売までお楽しみに、販売まで発売までちょっともうね購入力がなくなってきてるんですけど、いつもかっていう感じで、私もすごく発売を楽しみにしてるファンデーションで、でさっきのあのコンシーラーパレットあるじゃないですか、それでちょっとハイライトを使って明るさ出したい部分にこんな感じでちょっと入れていきます。ちょっとハイライト使って明るさを出します。このほうれい線部分にこんな感じでハイライトで明るさを入れてあげることによって、ちょっとほうれい線がなく見えるというかマシに見えるので、私はいつもここ高さ出してあげてます。ハイライトもクリームタイプになってるんで、こんな感じで自然にのせれるっていうのがめっちゃいいですね。はい、という感じでこんな感じで皆さんに一足先に発売前にこちらのコンシーラーパレットとファンデの方をご紹介させていただきました。ちょっと正式にこれねローンチしたら、もうドクター G さんに特別イベントみたいなのできないですかってちょっと私の方からもう交渉しておきます。ドクター G さんにもちょっと今から連絡します。皆さん発売まで楽しみにお待ちください。発売されたらもっとちゃんとしっかりご紹介していきたいと思います。はい、という感じでね、もう完璧な、めっちゃ綺麗、本当に自分の自然な肌みたいに、超綺麗にベースができてるんですけど、今日は新作コスメを使ったメイクじゃないですか。なので私買ってきたんですよ、これ今話題のこちらの方です。カラーグラムの激カワパウダーです。見てください、こんな感じで、ちょっと見えてるかな、中にもねパワーパフの絵が描いてあるんですよ。超可愛いと思ったのと、このサイズ感めっちゃ持ち運びやすいなって思ったのとあとピンクのねカラーがこれ絶対可愛いやんと思って買いました。ではこのパウダーをちょっと眉毛と目元にのせていきます。あ、めっちゃ綺麗で、ちょっとこの頬あたりも抑えます。うん、なんかちょっと明るさ出してくれる感じかな、お肌を明るくポワッと見せてくれます。でも結構まっとめなので、さっきのドクター G のファンで使うならあれだけの方が綺麗だったかも。はい、ということでパウダーしたら次は眉毛描いていきます。眉毛はもういつもの私の大親友いるじゃないですか、アフレコに出てくれたその大親友が眉毛屋さんをしてるんですけど、その友達に教えてもらったこのもう最近めちゃめちゃ愛用してるセザンヌのペンシルで眉毛はちゃっちゃっと描いていきます。で今日はちょっと眉マスカラ使っていきます。こちらペリペラの、04番のカラーを使ってちょっと明るさ出していきます。はい、という感じで眉毛描いたら今日もシェーディングもうがっつりバンバンバンと入れていきます。今日はちょっと可愛いメイクっていうよりはちょっとかっこいい目元とかもリップとかも久しぶりにまっとめで今日は仕上げていこうかなって思ってます。なのでシェーディングもこんな感じでしっかりいつも入れてるんですけど、今日はさらにしっかり入れていきます。そしたら顔周り全体にシェーディング入れまくります。顔面削りまくります。こんな感じでもう全体にシェーディング入れたら、最近頑張ってる人中短くしていきます。こちらハートパーセントのペンシルを使って、ここ三角にシャドウを入れて真ん中にしっかり線を描きます。で口角ちょっと上げて唇ぷっくり見えるようにここにちょっと影を入れます。ここにも影入れます、上唇にも。で
前回 の, あのメイク動画もたくさんあのもう優しいねコメントいただいたんですけど、ちょっとめっちゃ面白いコメントをいただきまして、こんな可愛い子にオラウータンのあだ名つけたの誰やっていうコメント本当にありがとうございました。オラウータン、チンパンジーはよく言われる、あとカメレオンとかね。どっからカメレオンが来たんですかね。そう考えたら全部動物やん。え、ペコちゃんっていうあだ名もあったんですね。あのあるじゃないですか、あのみたいなペコちゃん。あと一時期あのモンスターズインクのブーいるじゃないですか。とか、え、生きている人物がいない。よく考えたらあだ名爬虫類か爬虫類か猿っていうね。すいません、あのなんか思い出しながら、あと何言われてたっけなと思ったら、そうだカメレオンもあったなと思ってちょっと思い出したっていう話です。はい、っていう感じで、あのこんな感じで全体にシェーディングを入れたらアイメイクいきます。アイメイクに行きたいとこなんですけど、ちょっとカメラの充電が切れそうなので一回ちょっとカメラの充電だけチェンジしてきます。はい、という感じでもう電池も満タンになったので、次はこちらを使っていきます。こちらのエチュードの新作のパレットです。開けるとこんな感じでめちゃめちゃ可愛い。こんな感じでイエベさんもブルベさんも使いやすいようなカラーになってます。でこれなんかこう入れ替えれるみたいで、こんな感じでもう2色なんかおまけなのかわかんないんですけどついてきました。これ本当ピンク系のベースカラー、そしてイエロー系のベースカラー入ってるので、これは皆さん、あ、なんていうんですかね、ブルベイエベとか選ばずに本当使いやすそうです。でこのパレット、私はエチュードマイベストトーンアイパレットチェーエアイというカラーを買いました。これなんか MBTI とかけてあるのかな。ちなみに皆さん MBTI 何ですか、コメントで教えてください。私は2年前 ESFP だったんですね。そこから1年後に診断したら ISFP になってたんですね。で最近またなんか質問変わったみたいな感じで出てたんで、あの検索じゃなくて、あの何、検査診断し直したら INFJ になってました。なんか INFJ 世界的に少ないみたいな感じですよね多分。もし INFJ の方いらっしゃいましたら、ぜひぜひコメントしてくださいっていう、あのちょ MBTI から話それちゃったんですけど、え、てかまた話それる、あの今度皆さんとお話しする感じの Q&A っていうんですかね、 Q&A 撮ろうかなとかも思ってて、最近お話しするのがすごく好きなんで、質問してくれますか。そうなったらその時はちょっとインスタで質問募集して、いろいろご飯食べてお酒飲みながらなんかいろんな質問に答えて MBTI の話したりとかいろんな話できたらなって思ってます。ごめんなさい、すごく長くなっちゃった。ではアイメイク入っていきたいと思うんですけど、今日はブラウン系のカラーでメイクしていきたいので、このニコちゃんがついたニコちゃんの絵が描いてあるカラーをベースとして上下に塗っていきたいと思います。噂によるとすごい発色がいいって聞きました。おお、え伝わってますよね今、一塗りでこの発色すごー、ちょっとびっくり。うわ、めっちゃ綺麗、やばい。しかも一切粉飛びなしです。ちょっとびっくりしてキモい反応してしまいました、ごめんなさい。うわ、めっちゃ可愛い色、やっぱ発色良すぎん。ちょっとさすがエチュードさんですね。こんな感じで涙袋にもちょっとこんな感じでベースでね乗せていきます。え、ベースのカラーからちょっと優勝すぎません？どうしよう、楽しくなっちゃう。この下にあるちょっと濃いブラウンのカラーと、あ、どうしよう、あ、でも、混ぜたいな。このブラウンのカラーとちょっとこのカラー、これ2色混ぜて二重の部分とこの目尻の三角ゾーンに乗せていきます。これもびっくりなんだろう、やば、え、大丈夫今日、え、めっちゃ綺麗、どういうことこれ。ちょっと久しぶりにあのパレットでちょっと大興奮巻き起こしてます。うわ、これ伝わってますよね、絶対伝わってますよね。この発色は半分ぐらい乗せていくんですけど、
こう2色このちょっとラメ缶の入ったカラーと2色混ぜてるので、若干こうね動いた時に本当若干ですよ、ちょっとキラキラってしてめっちゃ可愛いです。これ絶対混ぜた方がいいわ。マット系にしようかなって思ったんですけど、久しぶりにちょっと混ぜてよかった。でもなんていうんですかね、ラメ感がめっちゃあるわけではない。本当にこうよく近くで見たら若干キラキラしてるっていう感じなんで、激カワです。もうこれだけでも大大大優勝してます。すごいこのエチュード。今日はこのイヤホンじゃなくてヘッドホンの絵が描いてあるカラーを使って涙袋、そしてここ下ライン全体的に引いて、目尻も若干引こうかなと思います。まず涙袋から描いていきます。こんな感じで影を入れます。でさっきの涙袋描いたブラウンでちょっと全体的に下のライン埋めていきます。これちょっとイエベさんはカイナパレットですね。これ絶対買ってほしいってぐらい本当に可愛い。これ確かあとカラーが2色あったんですよ。ピンクも欲しくなるくらい激カワです。で今日ラインは下だけに引くことにします。こっちは後でペンシル使ってライン引いていきます。で次は涙袋爆誕させていきたいと思うんですけど、ノベブの02番のアンダーアイコンシーラーを使ってちょっと明るさを出していきます。こんな感じで両方涙袋ふっくり長くちょっと描いていきます。でこんな感じで描いたら次またパレットに戻ってきて、このグリッターを涙袋の部分にのせていきます。うわこれもちょっと待って、めっちゃ可愛い、やばい可愛いラメ感、伝わるかな。めちゃめちゃラメ感が細かくて涙袋にのせたら超綺麗です。で私はちょっとこの目頭のこの部分もちょっとキラつかせていきます。キラつかせる、キラキラさせていって、でこっちも上からこんな感じでのせます。はい、という感じでこんな感じで涙袋にラメをのせました。そしたら今日はこちらのクリオのあのシャープソーシンプルウォータープルーフペンシルの新しいカラーが出たみたいで、私は03番を購入したんですけど、このペンシルを使ってライン引いて粘膜埋めていきます。先にこんな感じで粘膜埋めます。でペンシルでちょっとライン引くの久々なんですけど、ライン引きます。こんな感じで今日は若干太めにラインかけました。はい、という感じでこんな感じでラインを引いたら次はまつげ上げていきます。ビューラーはいつものこの資生堂の小さいビューラーを使って上げていきます。こんな感じでまつげ上げたら今日もつけまつげつけていきます。で今日のつけまつげは初めて使うやつです。日本のドンキで買ったんですけど、タバカンフレアラッシュっていうやつを買いました。このつけまつげです。多分これドンキ行ったら売ってると思います。これも前回のメイク動画でやったみたいな感じで一個一個こう下から全部つけていきたいと思います。ちょっと時間かかりそうなんで一回つけてきますね。こんな感じで久しぶりに一束一束つけてきました。めっちゃ時間かかった。でもめっちゃまつげ自体は綺麗です。マジギャルになれます。で上からマスカラしていきたいと思うんですけど、今日はこのキルラッシュクリオのマスカラを使っていきます。つけまつげつけてるんですけど、その上にも重ねてマスカラ塗っていきます。いつもメイクサロン行きながらメイクさんたちにマスカラとかも何が一番いいですかって聞くんですけど、やっぱこのクリオのキルラッシュがいいっていう方が本当に多いです。こんな感じで上に塗ったら次は下にも塗っていきます。下まつげはしっかり長く見せたいので、一回塗ったら上からまたこんな感じで二度塗りしていきます。めちゃめちゃ綺麗に伸びてます。
でアイメイクこんな感じで完成なの でちょっと涙袋のラインとかちょっとアイシャドウ付け足していきたいと思います。このベースで塗ったカラーをちょっと上からライン引いて伸びた分付け足します。で濃いブラウンで涙袋追加します。結構メイクサロンでも最初こう軽く入れといて一番最後にまたまとめで涙袋入れるところとかも多いです。こんな感じで涙袋のラインも追加したら同じあのブラウンのアイシャドウでちょっと上からこのライン重ねます。こんな感じで目元は完成です。で今日チークとリップは同じものを使っていこうと思ってるんですね。もう皆さんから使ってみてくださいっていうリクエストがすごく多かった。このフィーから出た新作のアイテム使っていきます。うわどうしよう、ほんと可愛いんですよこれ。私ポップアップにも実際に行ってきて全色見たんですけど、やばい本当に可愛い。今日はちょっとマットギャルでいきたいんですよね。本日のテーママットギャル、はい、という感じでまずリップとして塗るカラー2色選びました。ベースでマイっていうカラーを塗って上から中にリリクスっていうカラーを塗りたいと思います。でチークはこっちのマイを使っていきます。キャーでこう手で今撮ってるんですけど、触った感じはなんかプルンプルンのプリンって感じです。ではチーク乗せていきます。ちょっと上目に乗せようかな。うわかわいい、やばい、待って、かわいすぎませんか。ちょっと待って待って、今日の新作コスメ使ったやつ大優秀すぎるんですけど、うわー激かわー。これはねこのマイっていうカラーはイエベさんもブルベさんも使いやすいと思います。伝わるように濃いめに塗っていきたいと思うんですけど、これはかわいすぎる。これねもうすぐで目変わりもね始まるシーズンになると思うんですけど、これ皆さん買った方がもう目変わりのおすすめしてますけど、ちゃんとね載せますね。ちゃんと目変わりもねたくさん動画載せる予定なんですけど、これ絶対買った方がいいわ。超可愛いチークとして塗っても、はい、という感じでこんな感じで載せたんですけど、リップにもそのまま塗っていきます。可愛い、ちょっと待って、激かわなんですけど、これちょっとあのね前回のメイク動画でも言いましたけど、これバブミーリップです。バブミー、本当皆さんこれ使ったらバブになれる。うわオーバーリップしたら超かわいい。うわなんじゃこりゃ、こんな感じでかわいすぎる。マイっていうカラーを使ってベースを塗りました。本当に新しいテクスチャーって感じで、塗った感じもすごいサラッと伸びて柔らかくて、これ乾燥とかも気にならなさそうです。で内側にこの RS02 番をのせていきます。うわかわいい、激かわですこれ。わてかこの2色めっちゃかわいい組み合わせが。これ本当にイエベさんもブルベさんにも一回この組み合わせで使ってほしいくらい超かわです。えめっちゃかわいくないですか。えちょっとなじましたらやばい。はい、こんな感じで大優勝な口元が完成しました。私は超オーバーリップが好きなので、ちょっとだけこのハートパーセントのリップペンシルでちょっと外ここだけ付け足します。ちょっとこのフィーのリップは大満足すぎて大優勝です。うわマジでチークもリップも可愛すぎるっていう感じで、最後にハイライトをのせていきたいと思うんですけど、新しく買ったハイライトがちょっとブルー系なんですよ。でこのメイクにはブルー系じゃない方がいい気がするので、もういつものこのディオール この一番明るいカラーを使ってちょっと全体的にハイライト入れていきます。うわーやっぱ綺麗、可愛い。本当にディオールの私はハイライトを毎日使いながら毎日感動してます
毎日うわーやっぱ使いながら可愛いみたいな言いながら使ってます。昨日もね、いつもお世話になってるあのザクラスモナクのプオンジャンニムのとこに行ってきたんですけど、プオンジャンニムもこのディオールのハイライト使ってました。もう今日のメイクも大満足大満足、新作を使ったブラウンメイクの完成です。ということで、いつものように髪がボサボサなのでちょっと髪だけセットしていきたいと思います。はい、という感じでこんな感じで軽くセットしてきました。今日はまだ発売されてないアイテムたちを一足先に皆さんにご紹介したりとか、新作のね韓国コスメたち使ってブラウンメイクしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。個人的にもう全て超お気に入りすぎて、ちょっとデイリーメイクになりそうです。本当に全てのアイテム超可愛かったので、皆さんぜひぜひ気になるアイテムありましたら概要欄にいつもまとめてるので、そちらからチェックしてみてください。はい、という感じで今日も皆さん最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。